はい、皆さんこんばんはありがとうございますいや久しぶりに、えー、東京の鳥越に帰ってまいりました、えー、皆さんご無沙汰してます局長の小町でございますねっ今日は特番ということではいさっきねあの、まあ、さっきまで本当に名古屋に。 まして名古屋の「終わりあずエり FM」の局長も,も兼任してますのでちょっとね今名古屋の方にいるんですけども、えー、さっきもねバシェッと新番組決めて、まあ、あの新しい番組が決定したその足で新幹線に飛び乗りまして今日収録と聞いとったんですが、えー、なんか気づいたら生放送やってましたありがとうございますさす <laughs> が日本一とかった放送局ね あの生放送のか白がかわかんないまんま来てまして、えー、今日は生放送になったと素晴らしいそして、えー、せっかく生放送ということなんで今日はね名古屋のオわリアズウリ FM でもなんとこちらの、えー、特番同時放送中でございますありがとうございますさあ今日はねどんな特番なんでしょうか皆さんちょっとまだわかりかねてると思いますが この季節といえばね、そしてこの T シャツ、ちょっと隠れてますけど、この T シャツといえば、なんか皆さん思い出しませんかそう、第3回、えー、アズーリプロレス祭りの特番でございますいやー、猫、ね、こうまあ、ドカンドカンと、えボスターも。 今年は早早いいですよポスターがが出来上がってくるのも早いまだねもちろん最終版ではないんですけども、えー、アズうリプロレス祭り第3回目を、えー、過去2回よりも早く、えー、どんどん盛り上げるためにですね、えー、今年は選手確定を急いで早めに出しておりますはいなので今日はですねトリ越アずうリ FM 開局記念大会 アズリプロレス祭り第3回目のこのあずりプロレス祭りの、えー、今確定してる選手発表等々盛りだくさんでお届けする50分でございます最後までお付き合いくださいさあ、えー、私局長の小町がですね久々に帰ってきて鳥越からお届けするんですけどもまずは定番のご案内ですねよいしょ 鳥越アズリ FM をご覧の皆様へということでご案内差し上げてます当局はですねコロナ中に開局ということもありましたのでスタジオに窓があって救急車ですとかパトカーですとか来たらどうしても音が入っちゃいますそれも一つの味として皆さんに楽しんでいただければと考えてございますはいそしてそしてうちの醍醐味でございますツイッターでコメントをいただけましたら、えー、すぐに スタッフが持ち込んでですね、えー、このプロレス祭りに関係ない、えー、私のプライバシー的な質問であっても平気で持ち込んでくる、そんな曲でございますので、ぜひ皆さん、えー、たまたま、えー、特番ご覧になった方も、えー、コメントお待ちしております。よう、久しぶりに来ましたね。あの私しか使わない SC だと思ったら、しっかりスタッフが受け継いで、えー、おりました。はい、さあ。 えー、いよいよ始まります、この矢リプロレス祭り特番でございますが、まず最初にですね、えー、この祭りプロレス祭りの、えー、宣伝の動画がございますので、まあ、そちらをご覧いただきながらと、えー、ちょっとご案内を始めていきたいなと思っております。それでは準備ができたようなので、宣伝の動画、ご覧ください。どうぞ 明日より黒ス祭りスタート いやもうすでにめちゃめちゃ面白そうだと思いませんか今の映像はですね昨年の第2回、えー、アズリプロレス祭りの模様を、えー、お届けしましたさあ今年はどんな大会になるんでしょうか、えー、まずはですね、えーまあ、ここにも出ておりますが今今決まっている選手のご紹介、えー、そして、えー、大募集しております共産の 特典、えー、などのご案内をさせていただければと思いますので画像の方はい出ましたドドンということでいやもうすでにめちゃめちゃすごい選手いらっしゃいますね、えー、アズウリ、えーリさらにこの1年で、えー、参加いただいてる番組をお持ちいただいている団体さん、えー、選手の皆様、えー、増えておりますそして、えーまあ、何よりもですね開局時から毎週、えー、水曜日 午後5時から番組をお持ちいただいているジャガー横田選手、ジャガーさんが今まではね、あのお祝いのメッセージをいただいたりとか、実際会場でお話しいただいたりとかというところから、ついに参戦ということで、まあお辞して、3年目にジャガーさんのプロレスラーとしての優秀をご覧いただける大会にもなってございます。そしてジャガーさんのお近くに 映っておりますが伊藤薫選手や堀田選手などなどレジェンドレスラーが増えております素晴らしいそしてねあのアンチャム選手アンチャム選手もあの昨年はちょっと出れなかったんですけどもアンチャム選手であったりという、まあ、女子の選手から右側には大2オの選手そうですねアブコバ選手も3年連続と いや嬉しいですね、別の、ね、ラズリを優遇していただいて本当に感謝でございます。というような、まあ、選手のご紹介は、えー、後でゆっくりまたさせていただくんですけども、えー、こちら、まずは協産のご案内ということでもう一回ちょっと画像の方ね出していただけますでしょうかはい協産プラン3つからお選びいただけるようになっております。 さあそうそう、大きくしてもらって、いいですね、鳥越祭りプランという形、それからあずり祭りプラン、FM 祭りプランという3種類からお選びいただけるようになってございます。こちらのお、まあ、ポスターをですね、今、いろんな台東区のお店さんにもどんどん貼っていただいております。もちろんん貼っていただいたただお店さんの できる限りの宣伝は我々のほうでもツイッター、まあ、ツイッターはもうあれか X に変わりましたけども X ですとかインスタ等で宣伝をさせていただきたいと考えてますのでこれもちろん別にね台東区限定ではありませんのであの今もしご覧になっていただいている名古屋オワリアズーリ FM のお店さんプロレス大好きだというお店さんや会社様いらっしゃいましたらぜひちょっと貼らせていただいてご宣伝もさせていただければと。 いうふうに考えてございますありがとうございますさあ、えー、得点の詳細に移っていきたいと思いますけどもねなんかちょっとついたり消えたりね <laughs> 意地悪されてるんでしょうか <laughs> 試されてるみたいなことかなこれはね <laughs> はいありがとうございます得点のねご紹介もさせていただきたいと思うんですけどもこの鳥越祭りプランえ5万円プラス税のプランでございますが赤字で書いてあるところ がですね、なんと2口以上、えー、こちらの協賛いただくとコーナーのコーナーポストにですね、えー、お名前会社名ですとかもう別に個人の方だったら個人のお名前を入れるとかっていう、まあ、ちょっと宣伝をですねコーナーポストに入れさせていただきたいと思っておりますイメージがこの右側の「トリゴワズリ f m と今入っておりますがこういったイメージでコーナーポストで宣伝させていただく。 これはあの多分プロレス好きの方であればちょっと絶対やってみたいなと思った方いらっしゃるんではないでしょうかはいありがとうございますそしてそしてこちらの大会の模様といいますのはなんとあの格闘技専門チャンネルのサムライ TV さんでですね、えー、昨年も記者会見ですとか、えー、それから、えー、バトルメントという番組の中で、えー、独占放送 していただいたこれをもうですね今年もやっていただけますので記者会見は今8月31日にちょっと予定をしておりまして確定ではないんですけども31日に、えーまあ、私がまた名古屋から戻ってまいりまして記者会見を行いなんと協賛いただいた方々の特典として記者会見にもお越しいただけると、ね、なかなかは記者会見見れるなんてなかなかないと思いますんで。 ぜひぜひこちらも、えー、ちょっと見てみたいとか参加してみたいとかうちはあのありプロレス祭りというのは、えー、放送もそうなんですけどもやっぱ参加型を、えー、すごく大事にしてますので協賛、えー、いただいた方も参加できるような特典を、えー、たくさんご用意してございますありがとうございますそう、えー、まあもちろんねこの、えー、プロレス祭りでございますが えー、生配信も行ってまいりますので、えー、当日来れない方遠方の方、えー、泣く泣く、えー、ちょっと出れなくなっちゃった方なども、えー、生配信でご覧いただけるようになっておりますので協賛いただいた皆様のご専念も、えー、実際に、まあ、今回の新宿フェリスという会場ですのでこれまでの2倍500名の動員をしておるんですがそれ以上に。 配信でもたくさんの方にご覧いただける大会となっておりますのでぜひご検討くださいありがとうございますで、ちょっと順を追ってね得点を、えー、ご紹介していきますとえー、鳥越まつりプラン、まあ、これがえー、一番得点が多いので、えー、上からまあ大会ペアチケットまたはペア配信チケットですねあの一緒に行く人人いいない人は ちょっと2席分使ってくださいありがとうございます、えー、記念大会トートバッグとこれはまだあれだよねデザインがはい特別デザインのトートバッグまたご用意させていただきますそしてなんとうちの台東区に、えー、特化したではないんですけどもあずうりモーニングという朝の情報番組をやってましてその朝の情報番組にゲスト出演しちゃえると もちろんですね生放送ご出演の後は YouTube にずっと残りますのでご宣伝もずっと皆さんが「俺出たよ遊びモーニング」と自慢していただける特典になっておりますはいそして試合後のインタビュー付き DVD の発送ですね DVD も毎回作ってますのでぜひぜひこちらも楽しみにしていただければと。 それから、えー、記念 T シャツ。こちらは2022年のもので、私がちょっと着てますは21年なので、えー、この前、前じゃないや、これの次で、このアズリプロレス祭りの祭りと入ってます、T シャツ。まあ、今、うちのスタッフがね、着ている、えー、もう普段使いもできる祭り T シャツと、巷では有名な T シャツでございます。 こちらを皆様にプレゼントさせはいそれからあずリりプロレス祭りフォトコンの審査員これはですねやっぱりプロレスとは皆さんお好き,好きな選手の、えー、素晴らしい跳躍してるところ投げてるところ受けてるところ技繰り出したところのお写真をお取りになられるとプロレスとお写真は切ってもう切り離せない 関係にありますそう皆さんのおりになられたフォトをなんと、えー、フォトコンテストとして、えーまあ、勝手ながらアズオリの主観でですねこの写真素晴らしいとあなた最高ですよというふうに選ばせていただく、えー、フォトコンテストを行っております。これはですね、えー、大会の時撮った写真、まあ、別にあの大会中でも構わないんですけどもアズフェスとつけて、えー、ツイッター元い X に。 投稿してくださいそうすると、えー、勝手に、えー、応募されることになっております。<laughs> はい。ありがとうございます。じゃあ、得点の方にちょっと戻りまして。はい。えー、それから、えー、鳥小屋ズーリ FM または、えー、終わりあズーリ FM の特番放送券と。あずもにも出て、特番もできちゃう。 そう特番の違いはですね、アズリーモーニングはあくまでゲスト様としてのご出演、えー、特番は50分間をも好きに使っていただけるという特典、えー、でございます。ありがとうございます。はい、そして、共産企業名をパンフレット、えー、リーフレットですね、にこちらですね、えー、22年に、えー、お作りした、えー、リーフレットは、まあ、こういったね、もうなかなか完成度高いんですよ。 対戦カードから始まりまして、えー、選手のお写真付きえ何 <laughs> <ん>で何何何何すごいねスタッフがすごい笑ってたんでこ何な何でしょうねはいでそれから番組のご紹介などがありますけどもこういった、えー、協賛いただいた企業様のご案内 をパ、えー、ンフレットにさせていただき、えー、会場で配らせていただいております。はい、それから、えー、全員プレゼントになってございますがアズパンステッカーかわいうちのねアズずリパンダアズパンの、えー、ステッカーそして、えー、試合前会場後スクリーン掲載もございます。 あの社,名とかね、社名とかでですよね。そうですね。それに掲載いたします。はい。はい。そしてちょっと注意点なんですが、コーナーポストの掲載は先着4名様までとなります。そのコーナーポストは増やせないのでね、六角形の,あのリングとかになっちゃう <laughs> あので、4名様までです。お早めに、えー、お申し込みくださいませ。ありがとうございます。さあ、えっ、ー、とー。 応募者全員プレゼントの配布に関してはあれですよね、このこれ、違う、ちょっと待ちましょう。はい、ありがとうございます。ではでは、えー、こちらがうちのあずウりプロレス祭りの協賛プランとなっておりまして、えー、この協賛プラン、まあずウり祭り、あずウリり。 アズ売り祭りプランアズ売り祭りプラン2え5000円の方ですねに関しましては、えー、こちらの、えー、鳥越祭りプランからちょっとだけ得点が減るような形ではございますが、えー、十分に5000円、えーまあ、一緒にここの祭りを作るというところに携わっていただけるプランとなっておりますそして、えーアズ売りえー、ごめんなさい FM 祭りプランに関しましてはお花 をですね、えー、取りまとめをさせていただいて会場にスタンドマナを、えーを我々の方でご用意をさせていただきますので、えー、皆様のお名前会社のお名前がこうお花をと一緒に、ま、宣伝いただけるというプランでございますはいありがとうございますはいありがとうございます失礼しました全員配布に関しましてはリーフレットになりますのではい こちらの2023年バージョンが皆様お手元に、えー、無料で配布させていただくという特典になってございます。ちょっともうテカテカでもうダメですね。すいません。テカテカなんで。ちょっとこのまま、<laughs> テカテカのままですいません。<laughs> はい。さあ、続きましては、ね、もう今日、まあ協賛は分かったと。えー、行きたいと。協賛はちょっと難しいですけども、というか大会に行きたいんだ私はと。 いう方のために、えー、プロレス祭りのこちらのこちらのポスターの、えー、ご説明させていただきたいと思いますはいいらっしゃー素晴らしいですねあの参加団体のロゴをご覧くださいもうたくさんの団体様もちろんあのフリーの選手も参加いただくのでこちらの団体様ロゴ以上に 参戦いただく、えー、プロレスファンも唸なるドリームマッチそれが、えー、アズドリープロレス祭りでございます、えー、改めて、えー、日時ご説明させていただきますと2023年、えー、10月15日の日曜日に新宿フェイスで、えー、ゴングとなります17時15分の会場17時50分からセレモニーを行いまして18時からゴングという形で、えー、皆様に えー、長いお時間にはなってきますが、えー、絶対に損はさせない、えー、あっという間に時間が終わる大会にしたいと思っておりますのでぜひぜひ、えー、ご予定ください、はい、チケットの販売はです、ね、下に行っていただきますとそう、えー、8月15日からですね E プラス E プラスで今年は。 発売をいたしますいプラスにてチケット販売をいたします全席指定となっておりますが、えー、こちらの,あの席首について、えー、ご説明させていただきますのですいませんちょっとメガネをかけさせていただきますはい、えー、こちらカウンターがですね1万5000円のお席となっておりまして22席ございます特典、えー、としてリーフレットマスク T シャツトートバッグとこのなんと 先ほど協賛プランじゃないんですが、こちらの、お席も、お席の金額に応じて。いろんな特典がついてくると、素晴らしいですね。カウンター席をご応募いただくと、もう、もう、あの。後日、試合後選手インタビュー動画付きの D. V. D. までついてきてと。そして、あの、ここにあります。パタパタ。<laughs> これ、いいですね。 パタパタこれで応援できるとこれはいいですよ盛り上がりますぜひそうパタパタはねあの結構皆さんに、えー、お手元に届くようにはなってるんですけども、えー、そうあのカウンター席1万5000円ですと、まあ、いろんないろんな校、えー、のねあのコースターですとか軽イソドを使ってるらしいこのすぐ乾くコースターだったり 恒例の、えー、消毒できちゃうスプレー。ね、これもあのスタッフが内職で夜な夜なこうシール貼ってね、あよりはこうアットホームな会社なんで <laughs>、えー、手作り感いっぱいの、えー、消毒でございます。はい、ありがとうございます。そして、そして、えー、カウンター席。 2パターンありましてカウンターの1万5000円と1万2000円の席新宿フェイスといったらカウンターという方も結構いらっしゃると思うのでぜひこちらのカウンター席、えー、お得にお買い得になってございますのでご検討くださいはいそしてそしてリングサイドでございます、えー、リングサイド128席 ございまして特典、えー、リーフレット、アズパンステッカー,、えー、それから記者会見の様子をなんとプレゼントしちゃうと。記者会見の様子をプレゼントするっていう、やっぱね、尖ってますね、様子をどうぞってね、<laughs> これです、様子ですみたいないいですね。 多分、うん、あの、なんか映像とか、書面とか、こう、パブレット的なやつですね。ですでこれは楽しい僕も楽しみですね。はい。ありがとうございます。そして DVD ももちろん、つけさせていただく、パタパタえ、T シャツも、2022年バージョン、まあ、22年バージョンがちょっとなくなってしまったら、私が今、またいつも間違える、着ている、この21年バージョンですね。こちらをお渡しすることも可能でございます。ちょっとこっち行った方がいいかな。 うん、そうですねはい続きまして、えー、一般席でございます、えー、73席ございますが、えー、こちらの、えー、まず8000円のお席につきましてはリーフレットステッカー、えー、パタパタ、えー、必,必殺試合応援アイテムって言われんですねかっこいいですねかっこいい <laughs> 必殺試合応援アイテム タタですはいそしてそして、えー、バロック製のお席165席ご用意させていただいておりますがこちらはアズパンスプレーがついて、えー、最後の、えー、5000円のお席はリーフレットだけとさせていただいてございますので皆さんの懐具合に合わせてですね、えー、お選びいただくでのおすすめはやっぱりパタパタがついてくるこの8000円 から先の必殺応援アイテムぜひお求めいただければと思いますありがとうございますさあ、えー、こちらね先ほど今申し上げた8月15日から E プラスで、えー、チケット販売開始となるんですけどももうもう,でもう行きたいともう今我慢できへんという方多分いらっしゃいますよね そんなあなたに朗報でございます。なんと、よしこちらのツイッターで、えー、先行受付、えー、開始いたします。はい8月15日を待てないあなた、えーね、先ほどの、えー、パタパタをもうちょっともう待てへんと、パタ,タパタをパタパタしたいねわしは。まあ、あの早う申し込んでもらっても手元に届くのはちょっとあれなんですけども。はい、という、まあなた。 はですね、ぜひこちらの、えー、アズパン f m もしくは、えー、終わりの o w アズパン f m ですねこのアズパン f m に終わりの OW がくっついた、えー、終わりアズうり FM の、えー、アカウントまでご連絡いただけましたら先にチケットの方を押さえさせていただきますのでぜひぜひご覧くださいよろしくお願いいたしますありがとうございます さああっという間に、えー、25分、えー、ちょうど半分のお時間となりました。ねあのー、記者会見、まあ、先ほどちょっと触れたんですけども、えー、8月31日に予定をしておるんですけども、えー、この31日の、えー、詳細をお伝えしたいなと思っております。えー、このまず場所ですね えー、記者会見の、えー、場所でございますが、えー、この、えー、今期からですね、えー、番組を冠番組をお持ちいただいております伊藤薫さんの、えー、伊藤道場で記者会見をさせていただということでございます素晴らしいなんかこうやってね番組をお持ちいただいてしかも場所までお借りさせていただいて華々しく発表できることに本当に感謝申し上げます えー、伊藤道場でですね14時からの、えー、記者会見開始を、えー、予定してございますが確定しましたら正式にまた発表をさせていただきたいと考えてございますねもう伊藤道場にお邪魔できるっていうのも一つの魅力というか特典、まあ、みたいなことになりますし、えー、記者会見の様子で、まあ、私が多分ガチガチに緊張してる絵とかも見たいでしょうきっと皆さんは。 はいそれも、えー、ぜひご覧頂ければと考えておりますありがとうございますさあさあさあここまで、えー、この大会の概要をですねバッとお話しさせていただいて頂い,いてきましたけどもここからは、えー、いよいよ選手発表選手発表に参りたいと思いますよ楽しみですねさあ えーまあ、ちょっとチラ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 出てはいるんですけどもこちら、えー、まずは、えー、ポスターの画像をご覧いただければと思っておりますはいどどん先ほどもちょっと触れました、えー、ジャガー選手、えー、試合の方についに参戦と、えー、待ちわびた皆さん、えー、ジャガーさんが戦っている姿を あずみプロレス祭りでついに見れる日がやってまいりますそしてお隣はですね、えー、フリーの洞、えー、口選手がですねなんと8月からカンボリバグスタートということでですね、えー、こちらに早速お素晴らしい新番組始動ということで、えー、ホラニーの初めてのラジオでレディーゴー ラジオって言っちゃった。<laughs> ラジオで2号ですね <laughs>、えー。はい。いやー、こちらも楽しみですね。8月9日、えー、第2水曜22時からの、えー、新番組となってございますので、ぜひ皆さん楽しみにご覧いただければと思います。ありがとうございます。そして、そして、えー、真ん中にはですね、 なんたの大日本から青木選手そしてアブドーラ選手橋本大地選手すごくないですかちょっと大日本さんもありがとうございます本当に社長もう頭上がりませんも,うもともと上がらないんですけどはい失礼しましたありがとうございますそして、えー、一番右へ先ほどもちょっとご紹介したねあんちゃム選手も番組をお持ちいただいててちょっと去年は 他の大会と被っちゃったので出れませんでしたけども202023、えー、第3回大会には平満を持してご登場いただくということでこちらもねアンチャームさんもあのファンの方たくさんいらっしゃると思うので、えー、どんなカードになるんでしょうか楽しみでございます <laughs> ありがとうございますアンチャームさんの、えー、冠番組はこちら第1第3月曜の23時と、えー、23時が二23時50分 まで生放送中でございますはいさあ、えー、ここからはお写真でのご紹介かな、うん、空を見上げるな <laughs> お写真での選手のご紹介になると思うんですけどもちょっと口頭でお伝えしていただきたいなと考えておりますまああのこちらの、えー、共産の方のまた間違えた共産の方の えー、ポスターでね、えー、出てもいるんですけども、えー、プロミネンスさんもですね、えー、たくさん選手出していただけます、その中でも、えー、去年はアズリプロレス祭りはちょっと、えー、お休みをしておりましたが、えー、去年、お休みしておりましたが柊選手が、えー、参戦いただけることになりました。ありがとうございます 何やらスタッフがバタついてますけども何でしょう平木選手のお写真ありますでしょうか <laughs> ちょっと待つのねむちゃ皆のスタッフが、ね、顔芸で僕を止めようとするんですよ面白かったですね今ねぜひあのアズウリにご出演いただいた際にはスタッフの顔芸も一つ、えー、楽しんでいただける何、えー、だろう醍醐味じゃないかなと思いますのでご出演の際には 急に出る。はい。ありがとうございます。飛、え、屋、ー、選手ですね。えー、プロミネンスから。ただ昨年はあのー、ごせご出演者はご参戦がね難しかったですけども、こちらマンを持して、えー、ごとご参戦いただけるということで、いやー楽しみですね。ですのでプロミネンスは、えーせえー、プロミネンスさんからは四、えー、選手予定となっておりまして、いやもう前回大会に続いて超豪華、えー、選手。 いいただく予定でございますえー、それからですねえー、今日発表したいしちゃいたい、えー、団体さんとしましてコンボさん皆さんご存知でしょうかプロレスリングコンボが来ちゃったということで、えー、我々の『アズオリトリコアズフリ FM』でも第4水曜日19時から番組をお持ちいただいてるんですが、えー、こちらの、えーま、代表の山本さんさん をはじめとしたもう、あのー、クレーンユーさんもですね、えー、所属されている団体さんでしてもう子供から大人まで観戦、えー、が楽しい観戦して楽しいがテーマの団体さんでございますものすごい人気あっていつも会場満席でこのコンボさんがなんとアズーリプロレス祭りに来ちゃったということでぜひコンボファンの皆さんも えー、アズリプロレス祭り足を運んでいいただければと思いますありがとうございます、まあ、本当にねあのインディズ団体さんを含めいろんな団体さんも、えー、たくさん出られてえー、アズリプロレス祭りでしか見れないカードっていうのはてんこ盛りなんですけどもえー、続いて次々にね発表していきたいと思いますが少し巻きで。 進めていいいきたいと思いますありがとうございます。えーまあ、皆さんにですね、ここで改めてちょっとお願いをさせていただきたいと思っております。えー、今回の新宿フェイスなんですけども、えー、ドリンクがですね、ちょっとベッドとなってございます。500円、こちらのチケット代にプラスして、こっちか、チケット代にプラスして500円。 税込500円をちょっとご準備をいただいてですねソフトドリンクアルコールどちらでもお飲みになられますのでドリンクの方だけ何卒ちょっとお願いしたいなと思ってございます2本目からはあの会場に自販機もあるようですのでそちらご利用いただいても構いませんはいそして先ほどもご案内させていただきました重ねてになりますがチケットは8月15日から いつも間違えるね8月15日からこちらの E プラスさんの方で発売そしてその前に欲しいとその前にもうわしゃ我慢できへんという方はこちらのツイッターで応募くださいありがとうございますはいではもうバーッとお話ししてきましたがついに参戦選手のご紹介後半戦に参りたいと思います ありがとうございますさあ後半戦ですけども、えー、もうね選手のご紹介どんどんしていきたいなと、えー、思っておりますさあドラムロールいいでしょうかきましたドドンい伊佐美選手バサラさんからですね美選手そして もう一方いるんですよねいるんですよねゃ中津選手ありがとうございますいやもうお二人はもうグッと参加参戦いただいてて本当に嬉しい限りでございますバサラさんはですねズバババサラというこちらも開局時からお持ちいただいてるんですが毎週月曜19時から勇選手がメイン MC としてバサラさんも、えー、いろんな選手が入れ替わり立ち代わりで 出演いただいているうちの局でも大人気の番組の一つでございます勇選手中津選手ありがとうございます楽しみにお待ちしておりますいやあれ3年連続お二人参加いただけるということでめちゃめちゃ嬉しいですねありがとうございますさあ続いてのご紹介またドラムロールお来きましたぜんなんと 大日本さん大日本大盤振る舞いですねこんな出していただいて宴会なぐらい出していただいております伊藤選手はですねちょっと僕はあのまだお会いしたことはないんですけどもハードコアなのかなとちょっとね期待をしながらですね ぜひもう大会の時にお会いできることを楽しみにお待ちしております。ありがとうございます素晴らしいですね。さあ、さあ、さ、え、あ、ー、さあカードの発表ですね、確定といいますか、えー、になってきますのが、8月末の予定、もちろん、その記者会見もそのタイミングで設定をさせていただいてまして、まずは参戦選手を。 もう続々どんどん、えー、紹介していきたいなと思ってございますさあ、えー、次の選手紹介いきたいと思いますほい出た <laughs> ウェーブさんからですね宮崎選手ありがとうございます宮崎選手ももうずっと出ていただいてるいや嬉しいですね今年も賛成いただけるということで またあの洗剤がなんかものすごくかっこいい洗剤写真でしたね僕ちょっと初めて見たあった新しくなったのかなとはい宮崎選手も私も参戦いただけるということでございますありがとうございますはいどんどんいきましょうさあえー、こちらはねアズイプロレス祭り初参戦まあ初参戦の方多いんですけども団体様としても初になりますさあお 誰やおースーパータイガー選手じゃないですか。えっということはリアルジャパンさんの OK が出てる無視しないで。<laughs> 出てるということかなピンポンとかね。いやいや、出てるわ。出てるわ。出されへんやん。<laughs> そう。リアルジャパンさんは 参戦、えー、いただけるということでおっ真下選手うわースーパータイガー選手と真下選手がなんと、えー、リアルジャパンプロレスさんから参戦いただけるということになりましたよしいスーパータイガー選手といえばあのご友人の、えー、桜木、えー、選手選手って言って格闘家の、えー、桜木選手が、えー、番組をお持ちいただいていてまあ i g e k i さんとこちらのコンボ さのですね、e k i n g さんと桜木さんの番組がありましてまあちょっと、えー、今番組は終了とはなってしまったんですけども、えー、こちらの、えー、ちょっとご縁もありリアルジャパンさんからの参戦をいただけるということでいや大変嬉しいですありがとうございますいや3年目だいぶ変化してますねねすごいすごいさあ、えー、続いての選手は たどちらでししょうかと <laughs> 選手来ましたすごいですね。やもうアズリプロレス祭りといったらアウコバ選手 <laughs> みたいになっちゃってますね。なってきてますね。嬉しいです。もうぜひあの、うちの大会の顔にもなっていただけたらとても嬉しいです。ありがとうございます。はい。 そして、本間選手じゃないですか。ありがとうございます。ね、前にご所属されてたアクトレスガールズさんもですね、えー、開局時から番組をお持ちいただいていて、えー、懐かしい、あのー、本間選手も MC をしていただいてました。そして、えー、今年も今年はあの選手として参戦いただけるということで、楽しみにお待ちしております。ありがとうございます。さあ、 続いては、あ、慎吾選手ですね、ミルグラシア所属の慎吾選手が参戦いただけるということで、慎吾選手もね、総合もやってらっしゃるから、ちょっとひと味違う、えー、プロレス、あのキレッキレのプロレスをですね、見せていただけると思いますので、楽しみに、えー、ぜひご来場ください。ありがとうございます。さあ、えー、まだまだね、 あの選手交渉中だったりちょっとね言いたいここまで出てるけど言いたい選手いるんだけど言えなかったりもするんですけどもえ一旦こちら次のご紹介で選手紹介最後にさせていただきたいと思いますさあどの選手どちらの選手でしょうかあやっぱりね今年はえ女子 の、えー、選手としまして6月に38周年を迎えました、えー、堀田由美子選手でございます素晴らしい <laughs> いやー堀田選手が出ていただけるなんてこうね厚売りすごいっすね <laughs> いやいやいや <laughs>、えー、いやいや、えー、いや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 いいや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 いいやいやいい かっこええなやっぱ爆走モードという番組をお持ちいただいてるんですけども、えー、なんとあの堀田選手ね、ね8月に手術を控えていらっしゃいまして、この大会、アズイプロレス祭りをもってお休みしますという発表をいただいております。えー、暴走モードいいななんて言いましたなんてて言言ままししたか、ねあ 失礼しました暴。暴走モードと言うているつもりで申し訳ございません。暴走モードでございました。えー、番組で訂正させていただきます、えっと。堀田選手なんですけども、なんとこのアゼリプロレス祭りを、えーまあ、最後にというか、8、えー、月手術がございますので、この大会をもってお休みしますという発表をが出ておりますが、えーまあ、どんな形で。 参戦いただけるのか、あずいプロレス祭りにですね、えー、どんな形で参戦いただける、参戦いただくか、まだね、僕も,も聞かされてないんです。なので、えー、ぜひこれをご覧いただいている皆さんも、えー、楽しみにお待ちいただければと思います。まあ、た試合は難しいかなとは思うんですけども、えー、なんかちょっと違う形ね、あずいプロレス祭りといえば、えー、お祭りでもあり、えー、お祝いでもあるという、ちょっとね、 えー、だいぶ変わったことがありますんでぜひ、えー、お楽しみにしてくださいさあ、えー、そして続いて続いてもう2、えー、選手ご紹介させていただきますンセラ選手ですねプロミネンスからいやありがとうございますセラ選手の大人気なので今年も参戦いただいて昨年の因縁をどう晴らすか えー、期待が高まりまりすそして、えー、続いての選手でございますがさあレオン選手また出ていただくうしいですねレオン選手も出ていただいてもうレジェンドの方々こんなに出てええのっていうねアゾリプロレス祭りでございますありがとうございますさあ参戦選手今日の発表はここまでと、えー、なります、えー、皆さんいえ というちょっと驚きあったんじゃないでしょうか、えー、この後の参戦選手発表あいろんな形で特番なのか、えー、ツイッターなのかインスタなのか、まあ、いろんな形で発表していくんですけどもさあ、えー、この特番もあっという間でもうね5分前と早いですね相変わらず安藤りは本当早いなんか気づいたら50分終わっちゃうとなので最後 皆さんですね、最後まで見ていただくために、このアズウリプロレス祭りのですね、なんと、なんと、なんと、えー、チケットをですね、手売りしにスタッフが。 参りまりすそうあの団体さんにもご協力をいただいて手売りできる大会がいくつか出てきましたのでそちらの発表をさせていただきたいと思いますまずはですね8月11日でございます8月11日 <laughs> 11日はい後楽園ホールですね11時半からピュア J さんの興行大会がございますこちらにですねアズリスタッフが このアゾリプロレス祭りのチケット手売りしに参ります会場で購入してくださった方には先着で大日本様の放送前や放送後楽屋の楽屋ショットをですねお渡ししたいですとかそれをあの昨年の大会リーフレットにつけてお渡しをさせていただきたいと思っております昨年の大会の雰囲気などを感じていただいて チケット、まあ、先行購入みたいな形ですねなんかせっかく購入いただいた方には、えー、ちょっとまたこちらの購入特典と別の変、えー、わり種特典をご用意してお待ちしておりますありがとうございますさあ、えー、この11日ピュアジェイさんのところで手を売りさせていただきましたその次はですね8月26日こちらはあの大日本さんの会場で チケット販売させていただきます。ありがとうございます。こちらも、えー、夜の後楽園の、えー、大会でございまして、18時半開始の、えー、大会でございます。先ほどと、えー、同様にですね、ちょっと非売品の、えー、ものをですね、リーフレットに挟み込んでお渡しさせていただきますので、えー、皆さん楽しみにしてください。ありがとうございます。さあそしてそして続いて ええ、ね、8月31日でございます。どどん、えー、こちらも後楽、えー、園ですね、えー。まだね、ちょっとあの、許可が完全に出てないようなんですけども、えー、リアルジャパンさんの後楽園の大会に、えー、手売りをさせていただく、手売りにさせてい,たいかせていただく予定で、えー、ございます。ありがとうございます。えー、こちらも特典の方、えー、もちろん、えー、ご用意させていただいております。 お席もね選べちゃうんですこれあの好きなお席ね選んでいただくことができます <laughs> 元気のみにはちょっとなっちゃうんですけどねはいここ,ここがええねわしはという方ぜひはい <laughs> さあ、えー、最後になりますが9月18日今度は板橋グリーンホールで、えー、コンボさんの会場でも何と何と、えー、販売をさせていただくという形になっておりますのでここもね あのわしここがええねんと。わしはもうここで <laughs> 見たいねんと <laughs> いう方は。もう逆にもういいプラス待たずに、ただ大日本さん、ピュアジエさん、リアルジャまあちょっと吉本さんは確定しないからあれですけど、まあ、コンボさんの会場行って、えー、アゾリプロレス祭りのチケット、目当てだけど、その場は皆さんの団体さんのぜひ、えー、観戦もいただいたら、よりより、えー、試合の方が楽しみになってくるんじゃないかと思っております。 ありがとうございます。冷やかしでも覗いてください。ああ、そうね。冷やかしでも、えー、覗いてください。ごめんなさい。ちょっと台本が排除するのを覗くになってたんであの、ダメなんかなと思ったら逆です。来てくださいでた。はい。冷やかしにぜひ皆さん来て,まい、えー、来ていただければと思います。ありがとうございます。 さあ、あっという間でした。えー、50分間の、えー、アゾリプロレス祭り、こちらの、えー、特番、私、局長の小町が無視、えー、をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか、えー、参戦選手の発表、えー、まだまだですね、もうすでにめちゃめちゃすごいんですけど、まだまだ選手、決まってまいります。8月末には選手はすべて分かり、対戦カードも決まり、そして、えー、記者会見も行い、すごいですね。 あずいここまで来ました3年目、えー、我々の開、えー、局記念大会開、まあ、局のお祝いも兼ねましてでもプロレスファンもうなる、えー、プロレス大会、まあ、ドリームマッチをですねぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います、まあ、ちょっと発表させていただいた選手、えー、もしかしたらあのこう直前で変更とか、まあ、どうしても怪我がつきものですし われわれのアズーリプロレス祭りの前の試合とかでおけがされてしまったりすると急遽選手は変更になります、えー、そちらのご了承いただければと思いますのではいそれでは最後にですね、えー、もう一回予告の動画をご覧いただきながら、えー、皆さんはもう,、まあ、こうイメージを膨らませていただいて楽しみにプロレス祭りをお待ちいただければと思いますそれでは、えー、本日は50分間お付き合いいただいてありがとうございました またあのこの番組再放送ガンガンすると思うのでまたそちらでお会いしましょうさよならどうぞ